バーチャルイーゲーマーです。こんにちバーチャルイーゲーマー。本日は、兵庫県です。城崎温泉の近く。そっからこう、東に向かって、兵庫県道9号線を、こう、進みます。見ててね。早速いい感じの水面。こちら、笹浦湾。名前が、縁起が良くていいな。バーチャルイーゲーマー、水面が近い風景が好きだから。ここも好きだな。好きだった。山あいの街の風景も、もちろん好き。左の可愛い橋を渡るルートが、県道9号線です。峠越えの道に、突入しそうな雰囲気。峠越えも、だいぶと好き。越えの瞬間が、気持ちいいので。路面バキバキ、ぐねぐね系の山道です。上がりますね。対向車にさえ、出くわさなければ。乗り面の施工が、変わる変わるするのも楽しいし、遠くの尾根の、重なりも美しいし。いいですよね、山の道。あっ、峠っぽい。越えた。ダウンヒルもいいね。うおー、ヘアピン。素敵ー。バーチャルイーゲーマー、ちょっと前までは、こういう道は、もっぱら自転車だったから。峠越えの気持ちよさに、敏感なところがある。峠を越えて、少し下ったら、田園風景になっちゃった。湾、山、田園と、風景がコロコロ変わって、飽きませんね。交差点。文明の香り。こちら、正面方向は兵庫県道11号線。またの名を、田島エサリビライン。おおむね海沿いを進むことで知られる、イサリビラインだけど。山ん中を、ずんずん進む区間も、まあある。さっきよりは、しっかりした感じの山道だね。中央線もあるし、かすれてるけど。山を越えて、そして集落が、現れる。道ってのは、暮らしと暮らしを、接続しているんだな。道が一つ、できるたびに、誰かの暮らしが、便利になっていくんだな。尊い。峠越えロード、2。何度越えても、いいわけですからね、峠は。良い乗り面しとる。左。イエーイ。もさもさのぐねぐね、イエーイイエーイ。アシカ。カメラには、一切映ってなかったな。でも、いいもん見たな。自分の目で見たものが、大事ですからね。結局のところは。ガードレールなし。でかい車できたら、それなりにおっかなそうです。今回は、軽自動車なので。すれ違いも、まあできる。嬉しいね。ここもまた、いい雰囲気。田んぼが多いですね。この辺の集落は。うお。みなも。これは、久美浜湾という石湖だそうです。石湖ってのは、湾口に発達した砂砂などにより、外界と切り離されて生じた浅い湖。だそうで。英語で言うと、ラグーン。バハムートラグーン。
美しい。この国浜湾は、昭憲峡ナルサスで、海が閉ざされ、この石湖が形成されているようです。ここから丹後半島を挟んで、東に位置する天の橋立の、ちっちゃい番ってことですね。この日は、そんなこととはつゆ知らず、ガンスルーしちゃったんですけど。おお、いい感じの橋。ぐわっと登ってて、反対側のたもとが見えないのが憎いね。うおお、左のあの、歩道橋も。すごい。クイーンポストトラスでは？は、渡りたい気持ちもあるけど。止めるところが。う？どうやら。今橋を渡ったところが、久美浜湾から日本海に、水が流れているところで。この辺りが、例の昭憲峡なんだそうです。沿線に執拗に踊る、昭憲峡の三文字に、ずっと小首をかしげながら、走行していましたが。後から調べて、合点がいきましたね。バーチャルイーゲーマーの、みちチャンネル。次回も、みち